どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが1月19日の木曜日なんですけれども、今回の動画は昨日の監督会議で岡田監督がセリーグの DH 導入問題について言及。セパ両リーグで監督経験がある岡田監督ですが、セリーグの導入に関しては反対。ですのでこの岡田監督の意見についてや、タイガース歴代助っ人たちの意見、このことについて深掘りしていきます。よかったらぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせください。では早速お話をしていきますが、今回ご紹介していきたいのはセリーグの DH 導入問題について。この問題に関しては我々プロ野球ファンの中でもいろんな意見が出ていますが、先日行われた監督会議でこのことが議題に上がったと。でこの12球団監督会議では毎年いろんな議論がされていて、例えば昨シーズンで言うと3年ぶりに延長12回制が復活するということや、コロナ関連の特例事項の変更点の確認や、いろんな話し合いというのがされていました。で今シーズンの監督会議で今一番話題になっているのは、やはり新庄監督が持ち上げたセパシャッフル論じゃないでしょうか。でそのことについて新庄監督は、コミッショナーの方たちと監督全員に新庄剛志のアイデアというか、僕の意見とすれば、シーズンが終わってボックスの中にセパ12個入れたボールを引いて、ファイターズはセリーグ、阪神さんはパリーグみたいにぐちゃぐちゃにしていけばいいんじゃないかと、このような提案をしたんです。本当に新庄監督らしいと言いますか、この案に対してもいろんな意見というのが出ていますが、このように球界活性化のために、そして改めてのルール確認のために監督会議というのは行われていますが、その中で改めてもう一つ注目されているのがセリーグの DH 導入問題についてなんです。というのも昨日行われた12球団監督会議にもちろん岡田監督も出席、岡田監督は現在65歳、12球団最年長の監督ということで、会議を円滑に回していく役割、いわゆる座長的なね形で岡田監督がいろいろと話していたみたいなんですが、その中で岡田監督が述べたのがセリーグの DH 導入問題について。でこのことについての岡田監督の意見ですが、俺はずっと DH 反対、監督が楽すぎる、打順をシャッフルしたりピッチャーが回ってくるとか回ってこんとかな、そういう醍醐味がちょっとないわ、俺はちょっとつまらんように感じたな、 DH というのは選手の時もそうだし監督の時もそう思ったねと、このように語っています。さあ皆さんはこの岡田監督の意見どのように考えますでしょうか。で岡田監督といえば現役時代タイガースだけではなくオリックスでもプレー経験があって、監督でもタイガースバファローズで両方ね指揮を取ってるということで、選手と監督両方の立場でセパを経験している岡田監督ならではの意見なのかなというふうに感じます。まずこれは岡田監督の意見にとどまらず、セリーグの DH 導入に関して反対派の意見とすれば、セリーグならではの野球、例えばピッチャーが打席に入ることで起こるドラマであったり、細かい選手交代、そして投手系統で起こりうる展開が見れなくなってしまうのは寂しいと、こういう意見というのが結構多いですよね。そして実際のところセリーグ6監督内で賛成意見を持っているのはジャイアンツの原監督とドラゴンズの立浪監督のみ。残りの4監督、例えば高津監督は投手交代の駆け引きや醍醐味について触れていたり、そして三浦監督はセリーグの特徴があっていいと、このように様々な意見というのが出ています。まずはこの全体的な反対派の意見、それぞれのセリーグの監督の意見であったりを聞いて、よかったら皆さんの意見をここで一度まとめていただけると嬉しいんですが、でここからは少し視点を変えてタイガースでこれまでプレーしてくれた助っ人4選手の意見について、そしてこの4人のうち賛成派が3人、そして反対派が1人なんですけれども、その中で反対派の意見を述べたのがブラゼルさんなんですね。このブラゼルさんに関しては皆さんご存知の通り、広い甲子園でホームラン47本というね、素晴らしい数字を残してくれたわけなんですが、このブラゼルさんは現状セリーグの DH 導入に関しては反対で、このブラゼルさんの意見ですが、昔のスタイルが好みかな、ルールをいじるのはもうやめてほしいと思っている、 DH は一つのリーグにあってもう一つに DH なしがいい、その中で二刀流ができる人は DH 制度の有無は関係なく現れると思うんだと、このように語っています。このようにブラゼルさんは自らの意見を語ってくれましたが、岡田監督とブラゼルさんの共通点を探っていくと、どちらもセパ両リーグでプレーしているということ。ブラゼルさんは2008年日本にやってきてライオンズでプレーで、翌年2009年から4年間タイガースでプレーして、2013年から2年間はマリーンズでプレー、日本では合計7年間、その中でセリーグは4年、パリーグは3年ということで、それぞれのリーグでプレーしましたが、やはりこのブラゼルさんの意見というのはセパ両リーグでプレーしたからこそ出てくるものなのかなということで、ざっくりまとめていくと反対派の意見というのはこのような内容になっていると。では続いて賛成派の意見、現状のセリーグの6監督の中で原監督と立浪監督が賛成の意見を持っていますが、原監督は皆さんご存知の通り、一番最初にねセリーグの DH 導入に関して言及された方ですが、原監督は意見は変わらず現状両リーグには格差があると、そして立浪監督は試験的に導入してみてもいいんじゃないかと、このような意見を持っています。でその中で話を戻し、タイガースの歴代助っ人について見ていくと、まずはボウア選手。ボウア選手といえば2020年タイガースでホームラン17本打ってくれた助っ人、まあ、残念ながら1年でね、タイガースを去るという形になりましたが、このボウア選手は DH 導入に関して賛成。そのことについての意見ですが、指名打者でいい成績を残すのはそう簡単ではない。それに現代のピッチャーの技術があまりにも優れていて、ピッチャーが打席に立つと自動的にアウトになることが多いと、このように主張しています。で、続いての意見がサンズさん。まあ、このサンズさんとボウアさんは同じタイミングでタイガースにやってきてくれて、まあ、サンズさんはタイガースで2年間プレーし、そして今年からはスカウトという立場でもタイガースを支えてくれますが、そのサンズさんは賛成意見。そのことについて、ピッチャーに選ばせたら8月の神宮球場でダグアウトの扇風機を離れて打席に立つ選択肢を取るピッチャーは一人もいないはずだよ。あの暑さはピッチャーの体調を崩すと思うと、このように語っています。やはり我々プロ野球ファンの中でも出ている全体的な賛成派の意見とすれば、やはりピッチャーが打席に立つとほとんどの確率でアウトになってしまう。そしてピッチャーはパリーグのようにピッチングだけに専念することができれば、もっともっとイニング数は伸びるだろうし、いわゆる関東派のピッチャーですよね。まあ、どうしても継投が主流になってる中、ピッチャーが打席に立つということになれば代打を送られる展開も多い。ただその中でピッチャーに打席が回らなければ、そのピッチャーが一人で投げ抜くと、まあ、そういう展開もより多くなるんじゃないかと、このような意見というのも実際に出ています。で、あとはサンズさんのコメントにもある通り、全体的なピッチャー疲労軽減の話ですよね。で、これはあくまでも交流戦全体、まあ、セリーグの本拠地での試合も含みますが、去年のタイガースの交流戦成績を見ていくと、12勝6敗で貯金を6つ作ることに成功した。で、この間のタイガースのチーム防御率、驚異の 1.96 なんですよね。防御率1点台というのはタイガースだけ。もちろんタイガースのピッチャー陣の成績が素晴らしい、まあ、特にこのタイミングでね、バシッと数字を出してくれるピッチャーが多かった、まあ、これにね、とどまる話なのかもしれませんけれども、去年セリーグ内での戦いに絞っていくと、チーム防御率は 2.77 で、その中で交流戦は 1.96 ですからね。やはり少なからずピッチャーが自分の本職、ピッチングに専念することができたパリーグ主催の9試合の存在というのは大きかったんじゃないかなというふうにも感じます。ということで、ここまでブラゼルさんの反対派意見、そして賛成派のボウアさん、サンズさんの意見というのをまとめてきましたが、もう一人なるほどなぁという意見を語ってくれたのがマット・マートンさん。まあ、個人的に興味深いなぁと言いますか、新しい気づきを与えてくれるような意見かなという風に感じたんですが、そのことについてマートンさんは DH 制を導入するともう一人多くの野手に出場機会を与えることができる。一方で若くて打力も備わったピッチャーの可能性を奪うと考える人もいるだろう。それは登板日に与えられるはずだった3から4打席がなくなるからね。しかし本当に打てるピッチャーなのであれば、その投手は DH として1週間20打席ほどの機会を得ることができる。日本ハムやエンゼルスが大谷選手を生かした仕組みだね。二刀流が可能かどうかは、その選手をスカウティングして獲得した球団なら判断できるはず。そうやって選手を育てることができたら、打てるピッチャーには DH として1日4打席のチャンスがあると思うんだと、このように語ったんです。さあ皆さんはこのマートンさんの意見どう考えますでしょうか。まあ、やっぱり DH 制導入で一番のメリットとすれば、もう一人野手を多く育てることができる、まあ、試合に出すことができるという部分ですよね。ただそれとは逆に考えていくと、ピッチャーが打席に立つ機会がなくなってしまうと。ただマートンさんは、もしそのピッチャーが本当に打力があって、チームがその選手に対してバッティングにも期待しているのであれば、まあ、実際のところそのピッチャーを DH で使ってしまえばいいんだと。それならセリーグに全体的に DH も導入して、なおかつ二刀流ができそうな選手の見極めもできるんじゃないかというのがマートンさんの意見かなというふうに解釈しました。まあ、現状のタイガースで打てるピッチャーといえば、なんといっても西純也投手ですよね。まあ、西純也投手といえば昨シーズン、スワローズの高橋奎二投手の剛速球を見事に弾き返してホームラン。で、その試合は1失点の完投ということで、これぐらいド派手な能力を持ってる選手であれば、DH 制があっても育成方法次第ではこのような活躍も見られるはずだと。まあ、この辺に関してはそもそもピッチャーは打席に立たなくていいよと、まあ、こういった意見持たれている方も多いかなというところなんですが、まあ、やはりマートンさんのこの意見を聞くと、なるほどなと、まあ、こういう見方もできるかなというふうに改めて感じることができました。ということで最後になりますが、やはりこのピッチャーが打席に立つというね、現状のルールがあるセリーグ。で、これまでの試合展開見てると、例えばノーアウトランナー満塁でピッチャーに打席が回った時、いや、この場面はピッチャーだから三振すればいいよとか、まあ、ピッチャーが2アウトから出塁して、いやいや、この展開なら次1番で始めた方がいいよと、まあ、こういう意見というのもたくさん出ていますよね。まあ、ですので、もしセリーグに DH が導入されれば、9番のところには野手が入るわけで、で、例えば9番に入る選手はいろんな特徴を持っていて、めちゃくちゃ足が速かったり、まあ、これから売り出していこうという若手選手であったり、また一人多くの野手を育てる機会をね、得ることができるというのが、やはり DH 導入のメリット。ただセパ両方で経験を持った岡田監督とすれば、全体的には反対だと。ピッチャーに打席が回る回らないで起きるドラマであったり、まあ、全体的な醍醐味ですよね。まあ、この辺を考えていくと、セリーグは DH を導入しなくてもいいんじゃないかと。で、これは岡田監督だけではなく、現状セリーグの6監督の中で4監督がまあ反対派の意見を述べてるということで、現状このセリーグの導入問題に関しては横一線といいますか、まだまだ議論されていくのかなということで、今後の話の展開というのも引き続き注目しながら見ていきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では岡田監督が述べたセリーグの DH 導入問題について、そしてタイガーガーズの歴代助っ人が語るそれぞれの意見についてご紹介させていただきました。本当にこのセリーグの DH 導入に関しては、プロ野球ファンの中でもいろんな意見というのが出ていますから、ガラッとセリーグが変わることで起こるメリットというのもあるでしょうし、逆にこれまでのセリーグのままでいいよと、そういうね、現状維持を求める方も本当に多いと思いますんで、ここに関しては本当に難しいところです。いろんな意見というのが出ていますが、今後どうなるのか、引き続き注目して見ていきましょう。皆さんはセリーグの DH 導入問題についてどう考えますでしょうか。よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者 38,700 人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者 39,000 人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、ドラホーありがとうございました。様々な意見が出ているセリーグの DH 導入問題、皆さんはどう考えますでしょうか。皆さんのご意見というのもお聞かせください。ではまた。